通称永観堂と言われるこの寺は、正しくは善林寺と言われます。昔この寺に永観立志が住まい、恵まれない人々のために奔走しました。死を慕う人々により、いつしか永観堂と呼ばれるようになったのです。もみじの永観堂は全国にその名を知られています。境内を染め上げる紅葉はもちろん、お堂や回廊のすぐ目の前に迫ってくる鮮やかな岩垣もみじはここでしか見られないものです。永観おすしと振り返った姿の見返り阿弥陀はこの寺の本尊として安置されています。北条池の周りのもみじも綺麗で、いつも人の流れが絶えません。池のそばに可愛い地蔵が立っています。つい孫の健やかな成長をお願いしてしまいました。夜はライトアップされます。全山染め上げる永観堂の錦織、ぜひ次の機会に訪ねてみたいと思います。